どうも、トシボーイズチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、真夏の恐怖月間ということで、はい、今日もやらせていただきます。呪いの門。岸本がですね、はい、ほとんど自身はその霊感とかも全くないタイプでございまして、うん、怖い体験もさほどないんですけども、まあ唯一に近いかな、自分がこれはもしかしたらそういう体験なんじゃないかなって思えた、話がございまして、はい、まあ、それが呪いのノートという話なんですけども、はい、まあ、この話はですね、まあ、僕がですねある友達を介して、うん、そのノートを もらったっていうところから始まるんですけども、はい、まずその友達っていうのが、うん、まあ、ホームレスなんですよ。皆さんホームレスっていうとね、うん、年齢いった方は思い浮かべるかもしれないんですけども、うん、そうですね、もう僕とタメで、でも20代の頃なんで、若いな、もう本当ヤングホームレスというか、働くところもその気になればあるし、まあそれはそうでしょうね、全然家も借りようと思えばできるんですけど、はい、もうとにかく働くっていうことが嫌だってことで、うん、もう極限まで生活を切り詰めて、で、うん、自動販売機の下をこう手で探ってお金をこう取るみたいなことでこうやってたんですよね、うん、生活を。で、まあ、その彼が、うん、まあ、ホームレスってこともあって日課としてやっていたのが、はい、まあ、資源ゴミというか、うん、ゴミの日に他人のね家のところに行ってで使えそうなものをこう拝借するというか、うん、っていう習性があったんですよ、はい、でまあそれね自分の家には多分必要ではないだろうなみたいなものでも使えそうであればとりあえず持って帰るっていう、うんうん、まあまあわかるじゃないですか、はい、それはホームレスだからっていうのもあって、でそれをやり続けていたんですけども、で僕はある時その彼に、うん、ちょっと仕事をね紹介して、もうこの生活やめたらということで、いろいろ斡旋してあげたんですよ、はい、でまあそういったこともあって彼今はちゃんとその家に入ってちゃんとホームレスじゃない生活をしているんですけれども、うん、どうも彼そのホームレス自体の習性というか、うん、その癖みたいなのが抜けないらしくてですね、うんうん、で未だにやっぱりそのゴミで落ちてて使えそうなものっていうのを見つけたら持って帰ってしまうと、うんうん、まあまあねあんまりいい癖ではないんですけれども、うん、まあしょうがないって思ってたんですよ。である日その彼が、ある資源ゴミみたいなものを見つけまして、うん、こいつはいいやってことで紙袋ごとそれを持って帰ったんですよ、うん、はいはい、でその持って帰って、しばらく家に置いといたんですよ、うん、そしたらですね、まあ、彼ずっとホームレス生活が長くて、うん、すごい体が丈夫っていうことだけが取り柄だったんですよ、うん、でも病気なんかもほとんどしたことないというレベルだし、まあ、実際本当に外にずっと生活していたんでもう体力にはかなり自信があるというか、はい、歩き回っていたし、なんでまあ彼体力だけが自慢だったんですが、その彼がある時、まあ、ちょっとその病気になるというか、うん、体調不良をちょっと立て続けに起こすと、はい、おかしいなと、うん、ね、なかなか体調崩すタイプじゃないのになって思ってたんですけど、うんうん、その彼がですね僕にそのあるものを拾ってからずっと調子が悪いと言うんですよ、うん、でそのものっていうのが何かっていうとノートだって言うんですよ、うん、はっとなんでノート拾って体調悪くなるって僕は思ったんですけど、うん、そうですね、よくよく聞くとですね、まあ、そのノートを、うん、使えそうだなっていうふうに思って、まあ見た目が結構綺麗だったので、うん、はいはいはい、なんかパッと見て結構白紙の部分多かったんで、うん、これは使えるってことでもう大して中見ないで持って帰ったんですよ、うん、何冊かで家に持ち帰ってそれをよくよく見ると中身が結構気持ち悪かったんですって、うん、でその気持ち悪いっていうのは何かっていうと、その日記みたいに書かれてたんですけど、うん、内容が私は何者かに追われているみたいな、はい、そして私の娘も何者かに付け狙われている、うん、私たちはおそらくそいつらに殺されるであろうみたいな感じのことが書かれてたりするんですよ、はい、え、何これ何これって読んでって気持ち悪くなってきて、うん、で読んで進めていくうちに、うん、なんかすごい
文字が羅列してる回、が出てきて、でそこのページ見ると私はその組織に狙われてるみたいなのがどんどん具体的に書かれてるんですよ、で気持ち悪いなってパッてめくったら急にページのテイストが変わって、びっしりノートぎっしりに般若心経みたいな感じがブワーって書かれてたりとか、何のノートなんこれみたいな、気持ち悪っていうことで、もうそのまんまにして置いといたんですよ、使わずに。でそのノートを拾ってからどうやら自分の体調が悪くなってるっていうことを言うんですよ、なんだそりゃって思って思うね。で彼が僕にした相談っていうのは、そのノート引き取ってくれないかと、僕らみたいなねことやってると、あのなぜか、そういう相談を受けることあるじゃないですか。すごいある、わかる。で返す刀、もらい受けようと、私がいただこうと、いやすごいよいうわけですよ、でまあその直接会うタイミングがなかなかなかったんで、ある人をまあ返して、持ってきてもらってっていう感じだったんですけど、そのもうある人を返したその人も持っててすげえ気持ち悪いから早く取りに来てくれって言われたぐらいで、で実際そのノートをいただいて、で中洗ってみたら確かに言われた通りちょっと気持ち悪いなっていう感じだったんです、印象で。ただまあとはいえ何もできないですから僕なんで、そのままただ持ってたんですよ。そしたらしばらくしたら僕もちょっと体調不良があったんですよ、ただ僕に関して言うと別に体がすごい特別強いわけではないから、たまたまだろうなっていうふうにも思ってたんですけど、まあ事実としてその体調壊したタイミングがあったと、でこれもしかしたら本当にそういう力がなんかノートにあるかもしれないってちょっと疑い出して調べたんですよ、このノートは誰が書いててどんなものなのかっていうのを調べようと思って、で実際そのノートを、調べてたんですよ、そのパーツパーツでいろんなヒントが隠されているんで、まあ固有名詞がね出てきたりとか、名前が出てきたりとかあったんで、まあちょっとできる範囲でそれを拾ってネットで検索したりとかいろいろしてたんですけど、そしたらある、新聞記事に最終的に行き着いたんですよ。新聞記事、で新聞記事っていうのに書かれていた内容っていうのが、ある家族の母子の心中事件だったんですよね、で、その、心中事件を起こした母親が書いていたノートだってことが分かったんですよ。かなりじゃあ、もうすごい確率で岸本さんのところに渡ってきたのよね。もうだから回り回ってというかね、そうなんですよ。で俺もその時ちょっと行き着いた時はゾッとしたんですけど、で内容、事件の内容あんまり詳しく言うとあれなんですけど、簡単に言うと、母親がちょっとその娘を一緒にいる時に殺そうとして、というか殺してしまって、で自分も死のうと思ったんだけど死ねなかった、失敗してしまった、でそこに、お父さんが帰ってきたみたいな感じの事件なんですよ、お子さんだけがだから最終的には亡くなってしまったっていうことなんですけど、でちょっといろいろそれをね調べてた結果すげえのに行き着いたなと思ったんですけど、やっぱりちょっと腑に落ちない点がいくつかあって、その一個が文字なんですよ。文字が明らかに自分のそのね日記として書かれている部分とその般若心経みたいなのが書かれている部分とかっていうのがあまりにちょっと字の感じが違うんですよ、だからもしかしたらこれって本人が書いていたっていうのとなんかもしかしたら別の人が書いていたっていう可能性もあるんじゃないかなって思ったんですよね、だから、そのノートの中で何人もその回っているというか、違う人が書いているような印象を受けるんですよ。リレーされてるってこと？内容がバラバラなんですよ。なんでここで区切られてこんな感じのことになるのか。そっか。で、また違う内容が解かれていってっていう。不思議だなと思ってて。で、字体もやっぱりちょっと違うんですよね、感じが。だから、
もしかしたらですよ、もう完全に推測なんですけども、うん、このノートに何かを書いて、うん、でその人に何か起こるみたいなことがあるんじゃないかなと思って、うんね、内容は全部なんかネガティブな内容、うん、でプラスちょっと般若心経を書くってちょっとなんか意味あるじゃないですか、うん、だからもしかしたらこのノートを返して、うん、その人の身に何かが起こる呪いのノートみたいなものなんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ったっていう話なんですよ、はい、すごい、うん、で実際どんなノートかっていうのがやっぱり気になると思うんですよ、うんうん、よ、なので一応ですね今日はそのノートを見ていただこうと思いまして、うん、こちらです。表紙は普通なんやけどね。そうなんですよね、うん、で、まあ、このノートですね、あのここにちょっと気になるものがあると思うんです、うん、これはあの僕とそのホームレスの間に買ってた人が返した人が、ね、うん、まあ、ちょっとその僕に渡すために例のノートですというふうに、ね、うん、書かれているポストイットみたいなやつですけど、はい、でこれちょっとね、あの、まあ、内容もね、あの後で載せられる部分はちょっと載せようと思うんですけれども、うん、うわすごいな、まあ、雰囲気だけね、これちょっとこういう感じでブワーって書かれてて、まあちょっとね内容あんまり見せられない部分が多いんであれなんですけど、これすごいよ本当。でですね、うん、これ本当に不思議としか言いようがないんですけど、うん、僕このノートねそんなに取り出すタイミングなんかないんですよ。数回よりね、使うことなんて、まあ、そもそもそんなにないし、うん、同じ話もあんまりしないので、うん、まあ本当に便に、うん、一回見るか見ないかなんですけど、なんでか知んないですけど、今日その持ってこようと思ったら、うん、カビてて、ね、カビてるのかもちょっとわかんないんですけど、これすごいぼやけててわかるかなって感じです、うん。こっち見るとちょっとね、あの、なんですかね。焦げてない？なんか、破れて。なんかね、なんかさ、こんなんなかったんですよ。あの、たぐってる、引っかいてる感じするんだよね、うん、なんか、全部のノートの、あれが。で、ね、僕、うん、基本的にこのノートは、ちゃんとね、うん、雑誌のスパとか、うん、フラッシュの間にしっかりと保管している状態なんで。うん、下品な雑誌の中に入れやがって。これ自体が、うん、例えば湿気にさらされるみたいなタイミングって、正直あんまりないと思ってて。うん、他の雑誌は安全なんでしょ？無事なんでしょ？全然そうなんですよ。ちょっとね、ここ、近年だから不思議と、うん、まだなんか怒ってんのかなとか思って、ね、カビってこんなやったっけ、なんかガリガリガリって引っかいたみたいな跡になるっけ、ねちょっと気持ち悪いなと思って、うん、穴開いてさ、はあ、本当にこれは本当に最近、うん、まあ梅雨時期だからとかあんのかもしれないですけど、うんうん、でもこれだけなるのおかしいじゃんって話なん で体調壊した人もいるっていうからさ、うん、ちょっともうほんまに見て感じやすい人はあ、ね、ちょっと切っちゃった方がいいと思うんですよね。この後出すんでしょ。ああ、はい。中身を写真撮ったやつよね。ね、はい、一応、うん。だから、ほんまにもう、ちょっと苦手ですみたいな、感じやすいんですっていう人は、切ってもらった方がいいかもしれないですよね。うん。うん、ね、で、まあ、これを、うん、あるところでちょっと、まあ、見せようと。はい。これの、だから、今日の前の時に出した時に、うんうん、はい。僕、その後、ちょっと喉の手術したりとかしてるんで。そうそう。まあまあ、ね。また出したらあかんのかなと思う、ね。なんかあんまり出さない方がいいかなとも、ちょっと思うのは思うんですけど、うん、そうそう、後ほど、動画内で、はい。出そうとは、中身、多少出そうと思ってますので、はい、ぜひそちらで拝見していただければと思います。はい。はい、ということで、呪いのノートでございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ね。我々トシミナティチャンネルというサブチャンネルの方もやっておりまして、うん、そちらもねごくまれに怖い話とかもすることがありますので、はい、最近はお前ら都市伝説すらやってなくないという辛辣な意見もありますけれども声がねそっちはもう本当に好きなこと話してるだけだから、うんうん、ええやんって言いたい俺はまあねたまたまそういう回もあったりするので、うんぜひ毎回欠かさず、聞いていただけるといいですよと、はいチャンネル登録をお願いします。はい、お願いします。そうですね。で、もしですね、ちょっと1億人突破目指していますので、うん、突破したら、はい、このノートをちょっと使ってみようかなと思って。うん、はいはい。あなたが、ね、
島田さんとかさ有名な人にやってもらった方が引きあるかなと、うん、俺書きたいんですけど。あ、そうですか、うん、じゃあね、進んで書きたい。これがだから、うん、書いた側なのか書かれた側なのかとかがさ、うん、検証をしていかないと本当は分かんない部分があるからさ、デスノートなんか書いた人がやばくなるのか、書いたもの人自体に何かがっていうことなのかもしれないから、そういうことね、それは確かに検証したい。これはねちょっとまだ分からない部分が多いということで、うん、ぜひですね、はい、ちょっとご協力誰かにいただいたりとかしようかなと思っている次第でございます。俺は怖いもんないぞと、はい、うん、ですので、ね、ぜひ、はい、参加したいという方は、こちらにコメントいただければと思います。芸能人に限る、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。